ねえマミゾ、ん？あのね、うん、ちょっと質問があるんだけどさ。おう、何か聞きたいことがある。聞きたいことがあるのよ。おう、そうか。うん、じゃあ簡単に説明するぞ。うんうん、まずは身分証明書を持って、うん、自動契約機に行って名前住所を書き込んで、うんうん、審査が通ればお金を借りれるぞい。何の話よ。何を他にわしに聞くことがある。なんじゃそりゃ。二つ岩ファイナンス無人契約機拡大中。さあ、それでは改めて決勝進出が決まりました2組を紹介しましょう。はい、まずは1位通過しましたパチュミニンです。はい、ありがとうございます。そして2位通過ジェラシースターです。お願いします。よろしくどうぞ。この2組が最終決戦に進出しました。それでは最終決戦のルールを説明しましょう。最終決戦のネタ順はファーストラウンドの上位から選ぶことができます。すべてのネタ終了後、5名の審査員は一番面白かった組に入れる記名投票制です。最も票を集めた組が栄えある7代目チャンピオンとなり、賞金1000万円を手にすることができます。さあ、それでは順番を決めていただきますけども、まずは1位通過のパチュミニンから参りましょう。どちらが。はい、それでは私が。わかりました。それでは何番目に。2番にしましょう。2番。わかりました。ということで自動的にジェラシースターが1番となりました。はい、ではジェラシースター、今の気持ちはいかがでしょうか。もうファーストラウンドやったからね、次はリラックスしてできると思うよ。パルシーさんは。ユギ頼むよ。おこんな真剣なパルシーさん初めて見ました。それではパチュミニンいかがですか。ええ、リベンジですからきっちり優勝トロフィーを手にしたいと思います。パチュリーさんは。賞金1000万円ですよね。はい。 iPad 買えるかないや、金額的には十分でしょうけど、売ってるかどうかですね、問題は。後輪堂に入ってきてない。まだ見たことないですね。そうですか。はい、見かけたらご連絡しますよ。はい、それでは審査委員長の四季英樹さん、はい、最終決戦を前に一言お願いします。最後のネタを誰がどんな武器で来るかですね。そうですね。二組とも差はないですから、ミスのないように集中していただきたいです。わかりました。さあ、はい、いよいよ最終決戦です。はい、今幻想郷で最も面白い二組ですからね。そういうことです。誰が優勝してもおかしくないです。はい、それでは早速参りましょう。7代目王者になるのは一体どの組なのか。最終決戦一組目です。エントリーナンバー543番、ジェラシースターです。どうぞ。どうもこんにちは、ジェラシースターです。よろしくどうぞね、頑張っていきましょうよ。生まれつきこういう目つきでね。ええ、困ってますけどもね。困ってるの。受け入れて生きていこうと思いますけどそうですか。まあ頑張っていきましょう。はい、お願いしますね。ええ、この間ね、旧地獄の広場に移動式水族館が来てたけど見た。ああ、見た見た。イモンデね。イモンデ、そうそう。でもね、はい、なんであんな地下でわざわざ魚を見ないといけないんだと。まあね、見ているうちにだんだん腹が立ってきてさ、うん、水槽を叩き壊してやろうかと思ったんですよね。いやいや、本当に壊したらちょうどキュンだけどね。うん、壊してやればよかったね、本当に。いやでも最後のアスカショーは良かったって言ってたじゃん。ああ、あれ妬ましいわね。ね、可愛いって言ってたじゃん。あれ妬ましいわ、あれ大したもんでしょ。そうそう、アスカショー地上でもやってるよね。みんな見たことある。みんな見た。たくむしやがってさっきから。いやいや、見たなら見た、うん、見てないなら見てないって言いなさいよ、うん、可愛かったでしょ、アシカね。ネタましいでしょ、あれ。イルカ派とアシカ派に分かれるが、私はアシカだね。アシカ派。可愛かった、ネタましかった、マジで。ああ、そうなの。うん、そんなに可愛かった。可愛いって生で見てごらん、みんなも。ネタましいんだから。そうなの。だから私、アシカショーのお姉さんをやりたいなと思ってさ。そんなのやるの。やらせてよ、ちょっとここで。それはいいと思うけど。ちょっとアシカやってくれ。え、嫌ですよ。アシカやってくれよ。嫌だって。ここまで頼んでもか。そんなに頼んでねえだろ今。私がこんなに頭を下げてるのに断るか。今初めて下げたんだけど。アシカやってよ。嫌って言ってるじゃねえか。やれよアシカ。嫌だって。やれよアシカ。なんで私がアシカをやんないといけないんだよ。お前がアシカみたいな体型をしてるからだろうが。どこが。結構くびれてない私。一角みたいに角が生えてるからだろうが。関係ねえだろ一角は。オスアシカの角だろそれ。角生えてねえよアシカは。一角だろ一角。あれクジラだろうが。そうでしょうが皆さん、こいつはアシカにふさわしいと思いませんか。なんだよ、やめてよみんなも。一つになった今。そんなところで一つにならないでくれる。
アシカやれ、アシカを。アシカをやればいいのか。うん、呼び込むからアシカからあっちから入ってきてよ。アシカからってなんだよ。あっちから上手から入ってきてよ。うん、わかった。はい、それでは皆さん、アシカのゆうちゃんをみんなで呼びましょうね。ゆうちゃーん。何走ってきてんだお前こら。おい、なんで駆け足出てきてるんだよ普通に。アシカが走ってくるの見たことあるか。そもそもアシカに足がありますか。アシカなのにってどういうことだ。何も言ってねえよ。何も言ってねえだろ今。どうやって出ればいい。足ないって人は基礎ついて足曲げで立っとけば、座っとけばいいのに。座っとけ。はい、皆さん、ゆうちゃんが来てくれました。拍手。まずはゆうちゃんがご挨拶します。喋るなお前。ほら、何喋ってんのよ。あー、びっくりした。いや、アシカが喋りますか。アシカなのにってどういうことだ。いや、わかんないよ。私が聞きたい。どういうことよ。私が聞きたいくらい。喋んな。じゃあどうやって挨拶すればいいの。おうおうおうって。なになに、もう一回。おうおうおうってやるのよ。もう一回もう一回。おう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 って。めっちゃうまいじゃん。何が。アシカめっちゃうまいじゃん。何がよ。お前がアシカをやればいいじゃない。やるか、気持ち悪い。は、なんであんな気持ちの悪い生き物をやらないといけないの。いや、お前が可愛いって言ったから始まったのよこれ。いいのよ気持ち悪い、喋るなって。ああ、すまん。好きあらばすぐに喋るこいつは。さあ、今からゆうちゃんが輪投げをね、角でキャッチしますからね。いきますよ。はい、おう。せーの、それ。おう、おう、それ、おう、それ、おう。キャッチしろよ貴様。なんだ、全部転がっていたぞ前。おう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 、ちゃんとキャッチしろよ。おう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 、下手くそ。おう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 、喋れよお前。お前が喋るなって言ったじゃねえか。わかんないんだよ、なんて言ってるか。輪投げを角にかけるんだろ。うん、それなら縦じゃなくて横に投げてもらわないとさ。うん、お前さっきから縦に投げるから胸に当たるだけじゃん。角にかけようがないだろ。上げ足を取るな。アシカが上げ足を取りますか。アシカが上げ足って誰だ。いやいや、わかんない。誰よ、アシカが上げ足って。何も言ってないって。将軍家か。言ってないって。喋んな。私が鬼って忘れてねえか、さっきから。喋んなって。お前毒飲ませてやろうかね、マジで。ゴロッと死ぬぞお前。行くよ。さあ、次はゆうちゃんが町のパトロールに出かけますよ。お姉さんと一緒にゆうちゃん行きますよ。お姉さんについてきてくださいね。パトロールへ出発。町のパトロールにゆうちゃんが出かけるよ。悪い人いないかな。ついてこいよお前くらい。ついてこいって。お前は私一人で。マッチーノって。六眼の怪物ぞこれでも。笑うな。ついてこいって。行くよ。マッチーノパトロールにゆうちゃんが出かけるよ。悪い、ついてこいってお前。うわ、おい待てよお前。うわ、今するな、今するな。なんで私がやるんだよ。いい加減にしろよお前。あお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 じゃないのよ。あおあお、足から弁財でお前。あおあおあお、はぁ、なんて言ってんのよ。喋れよ言葉で。お前アシカ好きじゃねえだろ。うん、いい加減にしろ。どうもありがとうございました。